みんな知ってる？妖怪ウォッチの最新作が出るんだって。え？しかも任天堂スイッチ？新しくなるんだって。嘘！今回は人間も戦うの？こうやって妖怪をサポートするんだ。うお、なんかでっかいの出てきた。いろいろパワーアップしすぎなんですけど。心臓を吸い取ってる？妖怪ウォッチってそういう機能もあるの？変身しちゃうの？一体どういうこと？なんかテンション高すぎ！扉は？俺も出るの？聞いてないよ。君は三つの世界がつながる。全く新しい妖怪ウォッチが君を待っている。妖怪ウォッチ4。よーし、俺も活躍しちゃうもんね。